木晴れのもと行われてまいりましたボートレース琵琶湖開設71周年記念 G1 琵琶湖大賞シリーズ2日目、今節はダブルドリーム制。今日2日目のメイン12レースのドリームは琵琶湖セレクションドリームです。ここも各艇枠番通り現在バックで船を並べています。今日は風が途中から強く追い風が吹きました。今はしかしその追い風も3メートルぐらい少し落ち着いてまいりました。待機水面インコースには1号艇士が丸野和樹が入ります。地元期待の丸野、このシリーズ67周年、2019年に制していますが、対する5人が SG 覇者とありまして、注目のスタート、注目のレースとなります。丸野のこの陰線2コースに2号艇福岡篠崎もずし、篠崎がゴールデンレーサー、7番目に登場のこのドリーム、そして3コースに3号艇兵庫吉川元博、1・2・3、4角4号艇長崎原田幸也、5コース5号艇香川片岡正弘、6コース6号艇もう一人地元滋賀遠藤恵美です。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番、12エース琵琶湖セレクションドリームズスタートしました。まずはいいスタートか、1番の丸野なんですが、ただいまのスタートは審議中、ただいまのスタートは審議中、対象は1番の丸野和樹選手です。ただいまのスタート審議中、お手元の船券は大切にお持ちください。現在上位3艇は1番4番3番で走行しておりますが、お知らせいたします。ただいまのレース、1号艇の丸野選手フライングとなりました。1番に関します船券は返還となります。お手元の船券大切にお持ちください。レースはまもなく2周回目、先頭は4番の原田、2番手3番の吉川、3番手はまだ2番、3位6番5番の3者接戦か。なおこのレースは1号艇丸野選手フライング返還です。1番に関します船券は返還となります。お確かめの上どうぞ大切にお持ちください。レースは2周のバックにありました。上位3艇現在4番3番2番、2番篠崎のすぐ後ろぴったりと6番の遠藤も4番手追走中、さらに最後方5番手は5番の片岡です。まもなく2周単位端幕、先頭4番の原田、2番手3番の吉川、3番手2番の篠崎がキープしています。4、3、2でまもなく最終周回に入ります。注目人気の丸野和樹インから悔しいスリットオーバーであります。このレースはフライングがありまして、どうぞ船券はお確かめの上で大切にお持ちください。最終周回のバック、まもなく中間点、残りあと半周、先頭は4番の原田、2番手3番吉川、そして2番の篠崎の後ろ、まだ5番6番も最後の逆転のチャンス伺っておりまして、最終第2ターンマークへ、4番原田、3番吉川、そして注目3番手は2番の篠崎がキープか。まもなくゴールを迎えます。まず先頭4番の原田幸也が5人、2番手3番の吉川、3番手2番篠崎キープ、そして5番の片岡、6番の遠藤がゴールいたしました。以上第12エース琵琶湖セレクションドリームでした。